道の駅新朝日風車村は、滋賀県高島市新朝日町藁園にある、滋賀県道333号ア戸川今津線の道の駅である。名称は、合併前の所在地が新朝日町であったことによる。ステージックス高島の風車 AB 休止中の道の駅新朝日風車村グランピング施設に、滋賀、高島市と事業者が協定、産経ニュース新。 朝日風車村の施設休止について、ウェイバックマシン高島市現在、公術のグランピング施設の告知になっている。高島市と、高和高産株式会社が、滞在型宿泊拠点の整備に関する協定を締結します。高島市、新、朝日風車村、品佐比婦社村、国土交通省近畿地方整備局、2021年8月23日閲覧、 近畿道の駅新旭日風車村国土交通省近畿地方整備局観光イベント道の駅高島市滋賀県高島市新旭日風車村が生まれ変わるレイクサイドグランピングスポットステージックス高島ステージックス高島が2018年7月25日グランドオープン PR タイムズありがとうございます